4年連続で受賞したリオネル・メッシ2012年のフィファ・バロンドールの受賞者は2013年1月7日にスイスチューリッヒで行われた受賞式で発表されリオネル・メッシが4年連続で受賞した。フィファ女子最優秀選手賞はアビー・ワンバック、フィファ男子最優秀監督賞はビセンテ・デル・ボスケ、フィファ女子最優秀監督賞はピア・スンド・ハーゲが受賞した。 フィファプスカ首相はミロスラフストフ、フィファ会長賞はフランツ・ベッケンバウアー、フィファフェアプレー賞はウズベキスタンサッカー連盟が受賞した。フィファ、フィフプロワールドイレブンにはバルセロナから5人、レアル・マドリードから5人、アトレティコ・マドリードから1人が選ばれ、リーガ・エスパニョーラのクラブで11人を独占した。二千十二年十月二十九日、国際サッカー連盟と フランスフットボール誌の専門家によって23人の一次候補者が選出され、ジャーナリスト、各国代表監督、各国代表キャプテンによる投票が行われた。11月29日に3人の最終候補者が発表され、2013年1月7日にスイスチューリッヒで行われた受賞式で受賞者が発表された。かつての受賞者であるルートフリットが、 受賞式の司会を務めた。受賞した、アビーワンバック2012年10月25日、フィファ女子最優秀選手賞の10人の候補者が発表された。受賞したビセンテデルボスケ受賞したピアス・ンドハーゲ。ありがとうございます。